はい、皆さんこんにちは。メタルギアライジングなんですけど、続きを見たいっていう声をいただいちゃったんで、ちょっと続きをやらなきゃダメだなということなんですけど、いや、嬉しいですね。囚われた子供たちを探す？ちょっと進めちゃったんですよね、あれから、実は。ライデンがアップグレードしますね。うう。RPG7 持ってましたね、今の敵。ここか。人工血液充填型のクライオプリザーバーだが、予備冷却が始まっているようだ。どういうことだ。この装置には冷却した人工血液が充填されている。適しとした臓器を入れておくと、冷却により代謝を低下しつつ人工血液で酸素を補給する。ここに入れておけば腕だろうと脳だろうと数時間は維持できる。その予備冷却が始まっているということは。分からん。やつら脳は諦めて他の臓器だけでも売りさばくつもりかもしれん。萬田銀次郎みたいなことすんな。急いだ方がいい。あ、分かっている。脳を諦めて他の臓器だけでも売る？萬田銀次郎みたいなことするな。萬田銀次郎でオマ。最低やな。ジョージ。ライデン。クロロホルムは知ってるか。有機溶剤だが麻酔にも使える。ただ一つ欠陥があってな。吸いすぎると死んじまうんだ。最低やな。ガラスを割るか。その時にはこいつの頭がぶっ飛ぶ。それともお前は命をかつて計りにかけるのだ。ライデン、俺のことは聞いてる。黙れクソガキ。降伏してもらおうか。時間がないぞ。調子いいのか。俺の命だけ。どうせクソだぞ。こういうクズを道連れにできるなら本望だ。黙れ。ジョージはああ言ってるぜ。やめろ。バカの真似はできよせ。ジョージは？大丈夫だった？マリアッチ？グレイフォックス。メタルギアに登場してつ忍者ですね、これ。
グレイフォックス、シャドウモスス事件の。メタルギア1で出てきてリボルバーオセロットの腕切ったサイボーグ忍者ですね、これ。グレイフォックス。進歩したもんだ。それより、あいつらの本拠地に行くのか？俺もサイボーグだ。連れて行ってくれ。サイボーグちゃう。素人の人も足手まといだ。それに、人殺しになんてなりたくなかったの。そうだけど。そうだ。お前は正しい。俺の弱くなった。わかったよ。ジョージは言ってるぜ。人を切りたくてたまらない。だが理性では否定してる。何が俺のようになるなら。うんな。急に打ってくんなよ。おまわり急に打ってきやがった。サイボーグの辞表書くんだ。だが会社員が同業他社に殴り込むわけにもいくまい。バカの一人でマーシャル社と戦うつもりか。すでに相当数の脳髄がアメリカに持ち込まれている。放っておけない。脳無で失踪したのは国境の向こうだ。奴らの行為は合法的な治療扱いだ。合法なら正義だ。そうではないか。話すのは後だ。あらら、水道管が。かっこいい。RPG-7 撃ってくんなよ。いやでもライデン大丈夫ですよ、サイボーグだから。飛びすぎ。いい車がおしゃか。映画あるあるですね。ワイルドスピードとかでもいい車がバンバンおしゃかになっていくっていう映画あるある。警官切っちゃう。かっこよ。警官を全滅させる。
強っ。また来たよ。うわ、でかこいつ。早いよ犬。うわー、なんだこれ、倒さなきゃいけない感じ。うわ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 、あっちゃー、切れないな、これ硬い、もうちょっと硬いな。硬い、そのこれが。ライドセーバーぐらい切れてる。
っとやばい。31% なんで。あれ？組織の力によって正しいことがねじ曲げられるのも虐げられた弱者たちを見てみるふり。正義感の塊のようなやつだな、ライデンは。いいか、ボイス。奴らが脳にさせている VR 訓練、あれは子供たちを殺人者にする訓練だ。無抵抗な捕虜や民間人まで殺させて人殺しを日常にする。自分がやられてたんですよね、ライデンは。その結果がジャック・ザ・リッパーってわけ。見た。俺はジョージ。俺が連中から脳みそを取り返してやる。サイボーグになるのは避けられないが、殺人機械にはさせない。一人で脳髄をどうするつもりだ。脳髄の世話が好きな奴がいる。ドクトルか。だが、俺はあくまで俺個人の戦いだ。口出しは無用だ。お前には妻子もいるだろう。彼女たちはニュージーランド。安全は確保されている。それに、ここで見てみるふりをしたら、俺は彼女に顔向けできない。そこまで言うならこれ以上止めんが。だが、デンバーじゃ奴らが法律と言っていい。くれぐれも気をつけろよ。ああ、わかっている。それじゃあな。理由はどうあれ、マベリック社としては無関係な者の不法行為を支援することはできん。そいつはそうそう。無線の暗号レベルを上げてくれないか。モリス、あんた。あくまで個人的にだが、無線でアドバイスぐらいはしてやるさ。嬉しいな。俺も奴らのやり方には我慢がならなかったんだ。お前の力を見せてやれ。嬉しいな。感謝する。どうし、モリス。このライデンの正義感をなんか日本の国会議員とかも見習ってほしいですね、本当にね、自民党とかも。うおー、でかいの来た。月光だ。
そんなことあんの？かっこよ、何これ、かっこよすぎるだろ、ライダー。やばいやばいやばい、それかっこよすぎるか。おお、まだいんの。操縦は大丈夫なんだ。 UAV がこれだけ普及した時代に何を言っているの。有人ヘリとはいえセミオートモードがある楽なものだ。ヘリ内でも君の状況およびワールドマーシャル社の警備状況はモニターできる。最大手 PMC の割に随分とずさんなセキュリティだったよ。あいにくとデータを見るだけで書き換えまではできなかったが、警備状況が分かるだけでも役に立つだろう。君は今まで通り遠慮なく無線をかけてくれて構わない。オンに切る。勘違いしないでくれ、別に君のためというわけじゃないからな。大量の脳が手に入るチャンスとあっちゃ見逃すわけにはいかないというものだ。脳好きやな。屋上を進む、どういうの。せっかくなんでスネークらしくいきますか。
メタルギア4であのスネークが被ってたやつですね、これ。これは？あれ？どこ行くの？ここ行くのか。こんなとこ行かせんの？おお、落ちる落ちる。砂渡りじゃん、こんなの。あ、落ちた。私の作ったライデンが言ってましたよ。それ落ちるんじゃん、やっぱ飛べってことか、あそこから。いやー、これやだな。ポーシャー耐えた。マトリックスのネオみたいにビルからビルに飛び移ってるみたい。うわー、なんだ、敵が強くなってきた。あっ、ぶねえ。なにこれ、マトリックスのネオになった気分だ。心を解き放て。よっしゃー、中ボス的なやつは。
こよ。あれまだいんの、まだいんの、もう、え、もうできんのこいつ。カサッカー相手にしなきゃいけないんだよ。ニキータ、ニキータじゃねえか、これスティンガー。スティンガーの打ち方が分かんない。うわ、強っ。
上地帯にはそれ以上進めそうにない。地下に貨物用の鉄道路線がある。その先のエレベーターで降りるのに。これ？切れた。どうすんのこれ。死んどるがな。ここが貨物用の鉄道路線か。そのようだ。電波は古くから交通の要所だった。モータリゼーションの時代になっても貨物列車が多く走っていたらしい。だがその路線は現在使用されていないようだ。もともと貨物を地下の工場に運ぶための引き込み線だったようだが、少し調べてみたが、今は電気も来ていないらしい。そのようだ。真っ暗だ。お前もサイボーグだ。困りはしないだろう。何も見えないやけど。オーグメントウッド。残念だな。久しぶりの都会を堪能しようと思ったんだ。ガイル、急いでいたんじゃないのか。ジョークだ。AI には難しかったか。ジョークにジョークで返したらライデン。すぐそうやって言える。すぐそうやって言える。
は戦闘は避けた方がいい。避けて進みたいですけどね。ダメージ食らってないんでフラフラなんですけど。うわうわうわ、いるいるいる敵。スネークみたいにしゃがめないからさ、見つかるわっていう話なんですね。いる？あ、いる。なんで食らってないのにこんな。スネークみたいにしゃがめたり壁張り付くとかができないんで、フラ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 歩くしかできないという見つかる前提になってるやんって話ですね。と、これはこっちでいいのかな。ジャンプもできないし、いる、いるよ、あそこにいるよ。よし、うわー、これ見つかるやん。無理でしょ。え、これ見つかるってどうやって言うの。ライデンの動きが遅くなってる。あちゃ、ライデンがめっちゃ分かれた。うわ、え、なにこれ、全然動けないんだけど。死ぬし、これは剣振れない、剣振れない。何これ、剣振れないんですけど。また変なやつ出てきたよ。そうだな、エスペラード風情が。また変な雇われが出てきたよ、これ。何この、うーわ、何これ、人間じゃねえ。人生をもてあそんでいるのは、他人の弱みにつけ込んでどれだけ搾取する気だ。いい言葉だ、ジャック。搾取は社会の本質だ。そうだ、私とは自ら選んで生きてきたわけではない。殺さなければ、そんな世界に生きてきたんだ。プノンペンのキリングフィールドで、私はこの世界が、人類という種が腐り切っていることを知った。いいか、ジャック、人間の意志は
死ぬ。そうした民の憎しみにさらされ続ければ、自らもまた人を憎むようになる。そして憎しみの民は増殖していく。まさに社会の縮図ですね。人を生かす憲法は心地よいお題目だったろう。そして貴様は相手の人生の重みから目をそらして人を殺し、その重みを見せられて戸惑うのが仕事だ。走ることはない。全ては自然の成り行きだ。意志も判断も存在しない、故に自己責任もない。だが自然の成り行きとして貴様のミームはここで消える。貴様の命と共に。待てよ。三国志のリクソンみたいな武器ですね。礼を言わせてくれ。三国志のリクソン、あの武器使ってほしい。どっかで迷っていた。愛国者たちが驚いてから、俺は戦いを捨てて平穏に生きることも考えた。だが俺にできたのはこんな仕事だけ。その上がこの様だ。俺はこれが正義だと、弱者を守るためだと思っていた。だが違ったんだ。懺悔か。認めたくなかった。すごいことは戦場を求めていた。リベリアの仲間で俺だけがアメリカ社会に適応できなかった理由は、俺だけが人斬りを楽しんでたからだ。発人権はそんな俺を救ってくれた。おかげで俺は今までジャック・ザ・リッパーを封じ込めることが。だがお前の話で目が覚めた。刀はあくまで人を殺す道具だ。何を言ってる。ジャックに戻る時だ。やれ。あら、刺されてますね。笑ってるよ。ドクトル、俺の通覚抑制を外せ。バカな、そんなことしたんだ。これが俺だ。貴様、まさか。切れすぎ。大体すればあれ。三下いいわ。こんな三下よりちょっと寒くやりたいんだけどさ。我々の同類だったんだ。死にたいのはお前か。笑ってるよ。俺の名はジャック・ザ・リッパー。リベリアの白い野郎。俺の人斬りの本性を教えてやる。見ておけ。これが俺の戦いだ。
ゃー、アドレナリン出る。バキに出てくるあのガイルだっけ、ガイルみたいなもん、ね、ロックオンできないのこいつ。ピースのバギーだこいつ、バラバラフィスティバル。おいおいおい、うわちゃー、この武器いや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 、このバギー野郎が、コンボかいな。
だよこれ。わたいや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 、どうすんのこれ。食らいまくってるんですけど。おい、空中コンボかいな。ああ、殺すぞ。待とうかよ。食い気なんだよ。あちゃー、遅いか、あれだと。増えてる。うわっ、さあ、休憩。対応すればいいのか。これは走るしかないのか。うわんかい。おーい、キサのシャトー投げつけんなよ。キサのシャトーはきついんじゃない。いやいやいや、ちょどういうこと。押さなきゃいけなかった系で、おっしゃ、
しゃー強すぎないね。誰かが意志を引き継いでるか。誰かが継承しちゃうってことですね。誰かの意志を誰かが引き継いで行く、行っちゃうってことですね。深い、脚本が深い。人間ちゃうやん。サイボーグですよ。そうだ。あとでな。どっからどう見ても人間じゃないな。いやー、いい勝負でしたね。いい勝負でした。いやー、なかなか見せ場は作れたんじゃないでしょうか。名前は何でしたっけ、今のやつ。ボス忘れた。なかなか見せ場作れちゃったんじゃないでしょうか。まあただ暴れ回ってただけなんですけど、もしなんかあの続き見たいという意見があればコメント欄の方でお待ちしてますんで、ね、もしあの酒の紹介もいいですけど、ゲーム実況見たいよという方も結構いらっしゃるみたいなんで、ゲーム実況もっと見たいよ、こういうゲームちょっとあの実況見たいよという方いれば、あのコメント欄の方でお待ちしてますんで、もしよかったという方いればチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。